到着です。本日はまだ前のお客さんがおりますので入れません。11時チェックアウトということです。卵を忘れてきちゃいました、山田さん。もうワンパック来るぞこれ、だから工藤来るまで待ってた。何よこれ、
いや、焦げちゃいますよ、これ。焦げちゃダメだよ。焦げますよ、これ。わかんないですけど。いや、くっせえな、これ、ほんと。やっぱりイチゴだ。美味しい。凍ってるな、これ。おかしいなんだ。いや、結構すごい。だから言ったじゃありまんすね。何個？何個ですか？え？何個だけ？だから4人だから、あ、5人だから、何個？何個でいいか。田村いつもさ、少なく言うんだよ。頼むよ。なんとなくもうあれですよ。ちょっとお肉にしてしまうよ。入れちゃえばもう大丈夫。ちょっとサイドディッシュ、サイドディッシュ、キュウリ。キュウリ生姜でサイドディッシュ。うわーはははーい。フェイクヒゲって。マジっすか。いきますよ。うん。な、先週だってもうここ辺で炒めたらくしゃみだらけだったもんね。解放してるからそう。なんか辛みが足んないのかな。大丈夫か。ヘラあるじゃん。え、ない。ヘラ、ヘラ。おいおい。いやいやいや、先生入れすぎ。ナスコビル。体のため。辛さは足んないでしょ。よりも全然あれだよね、軽いよね。軽い。うん。シンガポールの匂いがするわ。あれ、ビニール袋は？ビニール袋は。北村、これすごいいいな、このキュウリ。キュウリすごいいいな。このキュウリ。渋滞大丈夫ですか？すいません。すげえ渋滞。正月。渋滞すごかった。あら、坊主なってる。坊主じゃない。坊主じゃないんです。どうしたの？え、それ何？あれ、スピーカー？え？スピーカー。スピーカー？ボーズ。でもなんか爽やかなったね。違います、そっちの、そっちのボーズじゃない。爽やかなったね。あれ、北村さんがあるから。あ、コーラ、コーラも。あれ、ダメ。いや、食べちゃう。あれ？アクシアン僕じゃなくて。ボタボタ、誰？先生が。あれ？やっぱさすがに。炊飯長、これ何ですか、これ。これは、はい、じゃあ、工藤さん、これ、こっちはどうですか。あ、それが、カレーだから。これ、それでもいいよ、それでもいいよ。じゃあ、入れますよ。あ、匂いはもう、あれだね。匂いはシンガポール。カニ味噌です。匂いはシンガポール、カニ味噌。カニ味噌でいいで、カニ味噌じゃないっしょ。あ、それと、それで1個でいいよ。俺、これ、もらっていいですか。あ、いいよ。あれ、ちょっと焦げてません？ありません。阿部さん、これはいい。これ。あららららら。工藤には唐辛子いっぱい入れて。さあ、キャンプスタートです。キャンプスタート。スタートしてますね。キャンプ。一食目スタート。これは何カレー？松屋みたい。これは。タイレッドカレー。レッドカレー。いや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 、こういやもう食べてみてびっくりだ。食べてびっくりだよ。はい。うわ、格好だけはいいよね。格好だけは。いや、100匹だよ。わかんない。何やってるの。おぉ、来た来た。何だろう、あの、おぉ来た来た。めっちゃ来た。何だこれ。おい、あ、ごめんごめん。いや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 、大変なことになってきました。でもこれもこれで面白いです。面白いです。非日常。どうっすか。まあ、これがやっぱキャンプの醍醐味だよね。非日常を楽しむ。なんて言っちゃうんすか、俺。
自然やね。うわ。雷鳴っております。雨漏りすごいです。雨漏り。まあでも可能性に助かってるみたいな感じで。はい、それではワインをいただきます。はい、本日これからアヒージョ。シーフードちょっと。はい、あ、やばい。肉食べちゃいますよ。だから強いっつったんやん、俺。だから俺じゃない、言ってるっつったの。俺じゃない、言ってる。あれ、なんか走。入れた方がいいでしょ。それで入れないとどうせだから誰がつけろっつったんだ、火を。だからそういうことなの。あ、ほら早いっすよ。だってこんなのだって低温から行かなきゃダメじゃん、大体。知らないよ、俺。あれ、ちょっと焦げたやつ、早く入れない。焦げたやつじゃなくて、早くすぐ全部入れるだろ。これ止めてんだろうな。いい、止めましたね。大丈夫？ちょっと待って、バコン行くよ、これ。行く。だから蓋用意してやる。蓋をどうするの、これ。だから入れたらすぐ蓋しなきゃダメじゃないっていうの。いや、もうこれやっぱりやって。いやいや、それじゃ水全部ちょっと絞りながらやんなきゃダメだっつうのよ。いや、もういっちゃって絶対ダメだっつうの。もう大騒ぎになっちゃって。これ大丈夫。そのまま行ったらダメ。いや、行っちゃいもう。絶対大丈夫なんですよ。大丈夫じゃないよ、絶対。あ、ほら、いけ、こっちゴー。行って全部行っちゃいね。ゴー。あ、なんかないですか。いいよ、もう。バサッとやっちゃい。あ、火が弱いんじゃない？火が弱い。はい。もうあとは低温なんですね。洞窟で標準食事ですよ。てかもう、なんでお前洞窟なんだよ、いつも。この雨だれが洞窟が出る。雨だれがこう、鍾乳洞から。いいよ、先。こんな感じでいい？あ、空気良くなってきた。片手間みたいでやってますからね、これ。あの、全然行ってないですよ、これ。はい。はい、音楽。なんか酸欠だな、また。釣り屋さん持ってね。あ、これやんなくていいですか、自分の顔で。あ、こう。どっちだ。やばい。あ、それ完全だ。このグローブでいけないですか。それでいいか。いや。さ、はい、肉が焼けます。肉焼けます。はい、大丈夫。いけるかな、これ。こっちからいけねえだろ、どう考えたら。はい、じゃあ火を消す。どっち行ってきた。スタート。マジだよ。チェイク2。ちょっと熱そうっすね、なんか。大丈夫。トング欲しいね、トングね。違う、これをだから、味見。味。どうっすか。塩が、塩コショウ足りず。焼き加減は OK。 ん？やっぱもう一回焼きたい。いや、これだってもうだってミディアム以上だよ。うん、うん、トング欲しいよね、トング。塩が圧倒的に足らない。足らない。塩って足らないですね、確かに。あ、阿部さん、これじゃないですか、これこの。こう。やったー、ソルトバイこれ、奪ってやらんのか。俺、醤油ぶっかけてる。醤油ね、醤油も悪くないね。わさび醤油、わさびうまいっすよ、わさび。わさび醤油があるじゃん。
これ使っていいんですよね。うんうん、大丈夫。うんと、なんか取る取るの。あー、いい匂い。これ、ジョイントベンチャーになってるからね。右と左違うから。あ、こことここ。コトさん、何ってやつだ。何何具も入れてないで。何入れたの。僕がなんか吸い始めたみたいに言うのやめてくださいよ。これはもう。なすりつけた。これはもうみんなが、じゃあもうこれでいこうっていう話でこう。そうでしょ。だからみんなで合意で、焼きそばだよね。そうですね。はい、焼きそば自体は焼きそば。これ、はい、皆さんがどう思うかわかんないですけど、これが一番焼きそばっていうやつです、ね。焼きそば。三義はなぜあるかというと、床が水浸し、床が水浸しした。テントはこのざまです。雨漏りでブルーシート。いやーでも気持ちいい。それ何半分の方が切ってんの？洗うって感じだけど、実際には残した方がいいんだって。だから、うん、艶とか残すにはちょっと待って、話ぶったらしいな。1時間半かもしれない。ぶった切られた。米の洗い方ぶった切られた。1時間半ぐらい。もうそれが多く3時間って。だから拝み洗いか。そうそうそう。こうわーって洗って入って帰ってこれ優しく。これくらい食えるかな。はい、急遽、ほったらかし湯に行くことになりました。どっち？どっちかしか入れないんだ。トイレ、トイレ先行ってこう。トイレ。ほったらかし温泉です。どこ行くの？どこ行くの？ない。サムネイルよ。ちょっと腰にちゃんと手当てるんだ。腰手当てる。何それ。お、アスパラ。違うよ、ジャンボニンニクの。ニンニクの味って何なの。これ天ぷらでいけて、ここはあの普通のあれ。じゃああれだ、小味よりも先にそれ天ぷらやんなきゃだ。ぎんなん買ってた。釣れない男シリーズ第1弾、今日は東京と山梨の間の川境に来ております。さあ一体何匹釣れるんでしょうか。友人北村、彼の竿はゆっくりと
川の中に沈められた。ただしかし、かれこれ3時間、一匹も釣れていない。うんちくだけは一通り聞いた。ただしかし、一匹も釣れていない。うわ、めっちゃしなってる。すげえ本物だ。うわ、何をおっしゃるウサギさんだよ。持ってる道具だからね、これも全部道具、道具。うわ、これ食わなかったやつは世の中闇だぜ、これ。よいしょー。あね、野菜切る野菜。どれぐらい振っていいか分かんない。なんか肉はこれは5個。ナスビ焼けてますよ。5個取って5個。まだまだまだ。野菜。いや、ちょうどいい感じだよこれ。ほら。お前生きてから早。この辺がまだ。ピーコー、はい、お客様、はい、お待たせしました。どうぞ。焼き鳥お任せ3本でお願いします。おすすめはお一人様ですよね。ビール1杯、まあ、生でも何でもいいんですけど、ビール1杯とあと焼き鳥3本というセットでは500円。あ、どうですか。こんなあるんですか。ありますか。それがいいよね。じゃあそれで、はい。一応それ初めて来ていただいた方がやってる。じゃあそれ3人分3人分ちょっとないんで、3本だとできるんですけど、まあちょっと出ちゃってないんですよね。いいっすか。じゃあそれでお願いします。あ、いいっすか。じゃあ、はい、そこから飲み物を取っていただいて、はい、焼き鳥塩かったら選べますけど、塩で。塩の方でいいですか。はい、わかりました。はい、塩ですね。桃しかないですけど、いいですか。桃、塩3本。以上でよろしいですか。はい。あ、ありがとうございます。お客様、入ります。店長、焼き鳥3本お願いします。はいよー。はい、店長。はい、桃塩さん入りました。ちょっと気持ちなかったですね。ファーストドリンクは。ファーストドリンクいただきました。生一丁とテキーラ3つお願いします。ありがとうございます。めっちゃ黄色いよ。早くしたも上がり。ちょっと待ってください。こう来て、はい、奥から置かれてる。失礼します。お待たせしました。焼き鳥3本になります。こちらからもももももも塩でございます。全部同じじゃないよ。さすが。どうすんの俺。一本いってくださいよ。一本いきますか。じゃあでちょっとなんか焼きがいまいち。あっち。焼き直しあります。あっち。いや、熱いですって。燻製作成中。あら、炊き込みご飯作成中。はい。シシャモはなんか日焼けしてます。
ビキニ日焼け。水着着てた。水着着てるような状態。はい。どうですか、燻製。めちゃめちゃうまい。うまい。めちゃめちゃうまい。はい、じゃあ肉いきましょう。え？大丈夫です。カメラ回してください。回ってます？あ、本当についてる。3匹いました。しかも3匹の中の4匹。天然のイワナですよ、イワナ。はい。はい、じゃあ刺身食いましょう。刺身。はい。じゃあ我々もね、全部できてるから、燻製も何もかもすべて。え、これ何？釣りプロは一匹も釣れてないの？釣りプロは釣れてないですよね。ピンポーン。はーい。失礼します。お待たせしました。お客様。どうぞ。すいません。はい、この、はい、おすすめの川魚三種盛りっていうのを。川魚三種盛りがお一つ。はい、こちら塩タレございますけど。タレで。タレですか。タレ。店長に確認して。タレなんかあるのかよ、川魚。店長、タレって言ってます。店長。タレなんてあるのかな、お前。タレなんかね。塩タレ。塩っていいでしょ。すいません、ちょっとタレって言っちゃったんですけど、はい、タレないみたいなんですよ。塩だけだったみたいなんですけど。あ、じゃあ、塩でいい。とりあえず、3種盛りで。以上で。はい。飲み放題もつけてる。飲み放題いいですか？飲み放題、お客様、追加のお客様、これからの時間かかるだと、ちょっと、同じ時間帯になっちゃうんですけど。あ、いい、しょうがないな。あ、いいですか。しょうがない。じゃあ、ラストオーダーの際また来ますので、すいません。はい、追加オーダーいただきました。あとから三種盛りでーす。はい、三種盛り。お待たせしました。三種盛りになります。すげえな、これ、こちらからひょっとして天然イワナ。あ、そうですね、わかる。天然なんですよ。一番小さいやつだけ天然です。天然、はい、なんか天然って背中かじられてるんだね。大体天然はかじられるっていう。なんであんまり天然って残らないんですよ、市場に。そっか、はい、お客さんの前にちょっと出さない。かじられちゃうの。そうなんですね。ヤマメです。ヤマメ。はい、イワナです。山の女だね。山の女とか言ってヤマメですね。すみません、バイトが。ですね、この小さいもの、この天然のものがイワナです。イワナ、川魚の女王って言われるイワナ。そして残り2匹がですね、ちょっとすみません、ね、ヤマメという形になりますんで。いやー、参ったね。一番の原因は先に置くのが難しいですよ。で、豚とかってあれですよ、あんまり赤いと良くない。まあ牛もな、なんかサポートに入ってる。サポート、でもいい感じじゃん。え、いや、俺ね、すっごい、俺はうまく切ってるけど、非常に硬い。うわっし。誰と。これ何やってんの？え？中の油が固まってるから。あ、これサムネになるね。よし、これサムネになるね。これがサムネになるんですか。これがサムネになる。はい、ニンニクの花。花、はい、あら、決まんないね。いや、ほらほら、これから始まるぜ。何やってんすか。何やってんだよ、この被害。この被害。ああもうすんげえ来なかった。早くあげないとやばいですよ。店長。それでは店長自慢のニンニクの芽の揚げ物。ニンニクの花じゃないの。ニンニクの芽っつったかな。いただきます。
もう味はもうニンニクです。はい、本日釣れた魚はい、アジ二度揚げ。これはうまい、これはうまいっす。でもいいぐらいな、サクサクしてる。これは危ないよ、銀杏。そんなに面白く作ってる。あ、それだから回したのか。まさかと思ったけど、当たるとは危なかったね。だけど前からそんなに奥は入れてねえから。ツンとするぐらいでした。あ、やっぱツンとするんだ、うん。はい、キャンプは完了しました。撤収完了。はい、来た時よりも綺麗です。11ダメだよな。10はある程度、まあちょっと広いかなっていうか。2台はいて、3台もいいかな。で、あとこっちも、こっちはどうなの ?1、9、10ぐらい。ここも狭いね。じゃあ、どうも、お疲れ様でした。ここで流れ解散ってことで。はい。ちゃんと手当てる。